よ、おじさんよ。呼び止めて悪いんだが、俺に金か何か恵んでくんねえかな。何でもいい。今困ってて。分かったから。落ち着こう。落ち着こう。落ち着こう。分かったよ、すまねえ。感謝するぜ。こんな時間に助けてくれて感謝してる。ここに救護所の職権がある。あ、すげえ。iPod よこせ。よこせ。よこせ。iPod。iPod。金は持ってない。早くよこせ。相手を間違えてる。相手を間違えてる。相手を間違えてる。これはこれはこっちに座ってウィリアムが喜ぶ。起きた？まさか。でも彼は分かってるはず。あなたがお気に入りだった。悪くなったね。長くなさそうよ。大きかった波が小さくなって浜を洗っていく。私たちは置き去りだ。彼は見捨てない。決して見捨てない。うちの事務所は理念ありきだったが、幻だった。ローマン、どうしたの？近すぎてわからないんだ。はっきりしてるのにわからないかい？何が？間違った判決のために間違った法廷で間違った意見を言ってた。何言ってるの？正義の世の中では全員が平等に扱われ貢献できる社会なら嘘だ。自由は自分が与えるものだろう。ウィリアムは賛成しないわ。もう時間がない。時間が惜しい。人々に道を改めろとか言ってる場合じゃない。現実を見るべきだと。ローマン、座って。もうこれは必要ない。無能は消える。その原因とともに。ウィリアムには聞こえてるのよ。だから来たんだよ。とにかく彼は行ってしまう。戦った目的や彼の信念は永遠に残るわ。想像通り侵食されてるな。一体あなたどうしたのよ。海のそばにターキーベーコンドーナツの店があって、みんなヤシの木の下でそれを食べてる。そよ風が吹いていてイルカたちが遊んでるんだ。そこに行ってくる。あ、ローマン、いいから座って。いや、食べに行くよ。待って、座って。ローマン、ローマン。